お寺の子供お姉様、ごきげんよう。おら。ということで、今回はね、ちょっと面白いことやろうかなと思いまして、100均で作れる、ね、ベイブレードの障害物スタジアムをね、今回作ってきたなと思います。でもほんと100円で作れるんで、もうぜひともね、みんな100均に行ってね、ちょっと作ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回使うのは、こちら、ね、隙間テープ、防水タイプでございます。これはね、もう100均キャンドゥでって買ってきたから、ね、100均キャンドゥですよ。うん。まあ、100均キャンドゥじゃなくても、もうね、ダイソーとか、まあね、セリアとか、その辺で売ってると思うんで、ぜひも買ってみてください。これを使って、今回は障害物を作っていきたいなと思います。ということで、早速ね、作っていきましょう。はい、ということですね。今回は、こちらの普通のね、スタジアムを使っていきたいなと思います。で、作り方なんて簡単ですよ。本当に至ってシンプル。でも、小学生のね、キッズのみんなもできると思います。まずはね、こちら先ほど紹介した隙間テープ、防水テープ、こちらを使用したいと思います。まあ、このようなね、もともとは、防水とかのためにね、窓とか、まあ、要は扉とかの隙間に使うテープなんですけど、このように、こうやって剥がすと、ここが両面テープになってるんですね。で、これを、適当な大きさに切って、でもスタジアム貼り付けるだけです。そうすると、これにね、ベイが当たって、まあ、不規則な動きになる。で、こいつに関しても、まあ、スポンジなんで、ベイが気づくことはありません。で、これ一つだとね、ちょっと、まあ、ちっちゃいんで、これ同じ大きさに二つ切って、重ねることによって、まあ、ちょっと高いね、障害物が出来上がるという寸法です。ということでね、早速作っていきましょう。で、まあ、貼り合わせるんで、まあ、同じ大きさでカットします。一つ剥がしたら、この上に重ねるように貼り付けてあげます。まあ、ここは結構適当でも大丈夫です。まあ、このように貼り付けてあげて、で、これをですね、このように剥がしてあげて、で、スタジアムの好きな部分に貼り付けます。まあ、僕はだいたいここのね、オーバーフィニッシュするあたりのとこにちょっと貼り付けてあげたりしたいなと思います。まあ、この辺に貼り付けましょう。このような感じになりました。で、これを、まあ、今回はね、もう何個か作って、ここに貼り付けて、障害物にしたいと思います。はい、ということですね。このように、出来上がりました。ね、まあ、先ほどつけたように、オーバーフィニッシュする、ここの穴のとこに、まあ、3つにね、こうやって、つけて、で、一応真ん中にもね、つけてみました。で、ここは、まあね、真ん中に来た時に、ここに当たるっていう寸法で作ってみました。ということですね。早速、ここで回してみたいと思います。3、2、1、ゴーシュ。ダメだ、強すぎて、ちょっと待って。ちょっと、これ配置気をつけた方がいいですね。さすがにちょっときつすぎて、一人でやる場合は、当たって、まあ、自滅するんで、ちょっと配置を変えます。はい、ということですね。ちょっと、今やった限りだと、さすがに狭すぎて、真ん中置くと、もうピョン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 跳ねていくんで、まあちょっと外側に配置しました。これで、ちょっとやってみましょう。はい、ということですね。いやー、実際これつけると、もうだいぶ、ここで、ベイが跳ねるんで、それだけでね、もうバーストしそうになっちゃう、ちょっと攻撃的なスタジアムになりました。ね。で、ここにつけずとも、こういうね、とこにつければ、もっと面白い戦い方もできると思います。あとはね、ホワイトスタジアムなんかはね、これはめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。ね。で、これを剥がす際にも、これをね、取ってあげて、ちょっとここに残っちゃった場合はね、まあ、普通に、濡れ布巾で拭いてあげたりとか、まあ、それでもちょっとね、長年、くっつけちゃって、剥がれなくなっちゃったりしたら、まあ、残ったやつはね、その後、まあ、普通にシール剥がしとかで取れるとは思うんで、まあ、ちょっと普通のスタジアムに飽きた人は100円で、このような障害物スタジアムを作ってみるのはいかがでしょうか。ということで、終わりでした。まあね。動画を最後まで見てくれた、ナイスな君に、もう一点お願いだ。スマホを使ってるかい？そしたら、下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンだって？そしたら、左下のチャンネル登録ボタンをクリック。あ、君たち、ツイッターやってる？僕はやってる。重要なことは、すべてツイッターでつぶやいてるから、
コアラーな君たちはぜひともフォローしてやってくれ。じゃあ今日も本当にありがとう。次回またお会いしましょう。 See you next time.